あ、どうも皆さんこんにちは、ビビアンズの三坂です。今出張からね、ちょっと帰ってきましたけども、皆さん車椅子ユーザーの皆さん、あ、ちょっとその前にそろそろこいつまた同じ格好してんな、取りためてるなって思ってますね。おっしゃる通り取りためております。はい、じゃあ今日はね、紹介するのはあの僕らがよ僕が今すごくいいなと思って使っているバッグなんですけど、車椅子ユーザーの皆さん、まあ、ちょっとアクティブユーザーでお一人で旅行とか、まあ、出張とか、まあ、スポーツされてる方なんか大会とか遠征とか行かれるとき、どんなバッグ使ってますかね。まあ、以前僕らスーリーのバックパックの話をしましたけども、まあ、2、3日ぐらいの出張ならあのバックパック1個でいいな、で、できるだけ荷物をコンパクトにまとめたいなっていうふうに話をしたんですが、まあ、今回、僕もあの今アジアパラリンピック委員会のアスリート委員会に就任してからですね、1人で海外出張に行くっていう機会が増えました。5日間から1週間とかっていうことも増えて、そういう時って1人で自宅から車に乗って、まあ、旅行、まあ出張のための荷物を積んで、空港に着いたら自分で降ろして、空港のチェックインに行くんですけども、あの結構ね大荷物になるんで、でも既存のキャリーケースって転がすタイプだとちょっと車椅子ユーザーだと難しかったりとかで、結構よく僕が現役時代とかも使ってたのはあのスポーツタイプのボストンバッグみたいなものを膝に乗せるんですけども、結構ね膝に重たいものを乗せて空港とかのちょっと段差とかアップダウンとか走るって結構大変だったりとか、まあ大会とかチームで動いてるときはちょっとねスタッフに手伝ってもらったりとかができる環境がありつつも、一人ってなったときにそういうものを背負ってこう動くっていうのは結構大変なんですよ。そこで、今日紹介するのはこちらです、ウィルチェアフィーラーバッグっていう名称で、ゴールドビンさんの方から発売しています。ゴールドビンさんっていうと車椅子ラグビーでいうとカンタベリーとか、あとは水泳のメーカーでいくとスピードとか、結構ねいろんなスポーツブランドが使われてる場所なんですけども、そのゴールドビンさんの方から発売されていて、パラ水泳の鈴木孝幸選手、東京パラリンピックでもたくさんのメダルを獲得されたメダリストの鈴木選手と、まあ、ゴールドウィンさんの共同の、企画で開発した車椅子ユーザーのことを考えて作られたキャリーケースになってます。まあ、一見ねこういう感じで下は360度転がりのあるキャスターがついているんです。で、まあ、実際キャリーケースなんでここにはストラップが、本当にキャリーケースみたいな感じになるんですが、あ、どうぞどうぞ。あ、いいですよ。あ、いや、いいですよ。大丈夫ですか？いや、いないと思ったので。あ、本当ですか。はい。貸し切りって書いてあるかな。はい、まあ一見キャリーケースね、感じなんですけど、よく見てもらうと、一番ちょっと一般のキャリーケースと違うのは、ここに、ちょっとね、こういう感じで、ストラップがついているっていうところですね。これが実は車椅子ユーザーが使うのにとって実は一番ポイントになってくるところなんですけども、でこのストラップをどう使うかっていうところなんですけど、このストラップをですね、車椅子の背もたれにパイプがあるんですけども、ここにこういう感じで引っ掛けちゃう。でこうすることによって見ていただくと、車椅子の後ろについて漕いでも車椅子と一体になってついてくる。なので膝の上に乗したり、既存のキャリーケースを自分の手で押したりして転がす必要がなくて、車椅子についたままついてきてくれる。めちゃくちゃ
ちゃいいっすよね。便利っすよね。便利っすね。もう手が完全にフリーになりますんで、めちゃくちゃ楽です。これが実はこの車椅子ユーザーのためのキャリーケースとして開発された、まあ、鈴木選手が、まあ、彼も水泳でね、世界中いろんなところ飛び回っていく中で、やっぱりこういった荷物を運ぶっていうところの課題がある中で、まあ、こういった形で車椅子ユーザーでも運びやすいっていうところを作ったっていうのが最大のポイントです。いやね、これ本当に便利で、僕も本当に海外出張行く中で、あとはね、必要なリュックだけ背負えば、こうやって、すごい簡単に持ち運びができるっていうところは、めちゃくちゃ重宝してます。今本当に、海外出張行くのに欠かせないものになってます。で、ここストラップがあるんでね、今の感じだと、緩くつけちゃうと、ちょっと、ね、遊びができちゃうので、タイヤに干渉しちゃうので、一応ここの先ほど説明したストラップのところにはこれもちゃんとループ型になってて、指の弱い人ここでグーッとタイトルね、ストラップを止めた後はこのストップここでしっかり調整してしっかりタイトルつけてあげることでタイヤへの干渉というのもほぼなく使いやすくなってますと。ちょっと待って、ここがうまく使えてないですけど、一応このストラップ、マグネット式の着脱のものがついているので、これね、カチン型じゃないから、指の力をうまく使うとこういう感じで着脱ができるんで、こう、だからね、ちょっとずらしてくるって力入れると、こういう感じで取れるんでね。っていうところが最大のポイントになります。一見普通のキャリーケースですけど、このストラップをね、つけてくれることだけで、車椅子ユーザーでも運べるっていうのは、まあ、なんか、ああ、そうか、ぐらいのところだけど、意外にそういうところに気づかずね、使えてなかった部分があるんで、本当にこう、ストラップ一つでこういったものも使えるってことを考えてくれたっていうのは素晴らしいなというふうに思います。で、まあ、それ以外の部分でいくと、まあ、車椅子ユーザーのことを考えてますんで、やっぱ手に障害がある人のために、すべてのジップの部分のストラップは、こういう感じで、丸型のしっかりしたストラップ。で、なんだろう、ストラップ部分が縮まないようにちゃんとラバーで常にオープンになっている状況なので、ユーザーでも使いやすいように、ユーザーでも使いやすいように、なっています。まあ、こんな感じで、やだ。北京出張名残がありますけども、そうですね。こんな感じで、内容量は45リットル入りますんで、結構しっかり。中ね、ベースはもうスーツケースの作りと同じになってますが、まあ、こういった感じでストラップが使い勝手がいいんで、締めやすくなってるというところです。いいですよね。ちょっと1週間ぐらい行くってなった時に、でもちょっとね、健常者のサポートがないとか、ちょっと一人での移動が多いなって時にはめちゃくちゃ重宝します。で、健常者に運んでもらう時もさっき言った通り、キャリーケースとしての機能もしっかりありますんでね、ここを出してもらう、健常者にちょっとそこまで運んでもらうにも普通のキャリーケースとしての機能もしっかりあるんで、そういった負担をかけずに使えるようになってます。いや、これはマジでいいです。本当にこうちょっと長期で出かけられる時とかに、使ってもらえるといいなと思います。今だとゴールドウィンさんのホームページから、スピードのブランドからですかね、販売してますんで、よかったら車椅子ユーザーの皆さんでちょっと長期出かける、でもできるだけこう自分の力でそういったキャリーとか運びたいなって、一人で出かけたいなって思っている皆さんにはむちゃくちゃいい商品なんで、ぜひぜひ使ってもらえたら嬉しいなと思いますし、それで皆さんのね、こうライフスタイルの幅が広がったら嬉しいなと思います。はい、今日はこのウィルチェアビーラーバッグを紹介させていただきました。ね、今日の動画ためになったなとか参考になったなって思った人がいたら高評価ボタン押してもらいたいし、こいつらこの後次どんな動画紹介するのかななんて
気になったらチャンネル登録をしてもらえると、もっと有益な動画も撮っていきますので、楽しみにして、引き続き応援してもらえたらいいなと思います。そろそろ飛行機の時間が続いてますね。これから、出張に行きたいと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。皆さん、さよなら。バイバイ。めちゃくちゃいいですよ、これ。